何年ぐらい VTuber 続けたいと思ってますか？考えたくねえな。まあ死ぬまで。あ、素晴らしい。めちゃくちゃやりたいことできるまでかな。あ、でもそれはそうかもね。うん。まあそれでもで辞める必要はないっていうのが大半だけど、まあ、辞める必要が出てくるかもしれない。ね。これは VTA オーディションへのモチベの上げ方を教えてください。いやでもなんかやって損はない気がする。その、うん、やりたいならモチベの上げ方。でもなんか落ちたらどうしようみたいなやっぱ思う人多いんだろうね。落ちたらさもう全否定されたような確かに気持ちになる人もいるだろうし。でも結構何回も受けたって人いっぱいいるけどな、23時ライブ。うん、なんかいろんなライブさん話してるよね。話してるよね。何回目のやつを受けましたみたいな。ね、なんか5回とかで受かった人もいるぐらいだから。1、2期のオーディション受けてる人もいるもんね。あ、そうだよね。うん、だから。めげずに。ね。うちらはたまたまだったんだけど。でも最初あれだよ。80人ぐらい応募してたらしいよ。倍率8倍でしょ。あ、そうだね。でもそういそっか、倍率8倍の学校ってあるもんな。うん、でもまあ難関校だけど、そういうのこの方々は何倍ぐらいなんだろう。1000、2000。あ、なんかすごい前にホロライブの、うん、なんかスバルさんかなが配信でホロライブの倍率今このぐらいだよって話してたんだよ。じゃあどんなね、まずどんなオーディションをしてその倍率知りたいと思わんか。みんなスバルは倍率が知りたいんだよ。最近のホロライブのね、これみんなさ、ちょっとどれぐらいだと思う？スバル、これこれちなみに例えば2期生だったら5人いるじゃん。5人のうちの1人になる倍率てどれぐらいだと思う？100倍？ 1000 倍？ 70 倍？なおね、正解はですね、こちら1200倍です。やばくね？これなんか聞いたんだけど、そのだからさ、その1人スバルだったら、なんていうの、5人、2期生は5人いるんだけど、そのうちの1人の枠に1200倍だから、1200応募があってみたいな。で、全部5人分にすると6000ぐらい応募があった中の5人みたいな感じらしいです、今。大丈夫？ディスコード光ってないかな？大丈夫かな？なんかもう冷や汗やばいんだけど。ちなみに、応募がですね、こう増え始めた時期っていうのがあって、これいつぐらいだと思う？なんかね、応募がこうぐっと増えた時期があったんです、あったらしくて、3期生のあと、3期生のあと、4期生のあと。あ、なるほどね。ホロライブサマーね。はい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 。これですね、なんかノンストップストーリーのライブがあった後ぐらいから、なんかめちゃめちゃ増えたらしい。で、なんかやっぱり、その応募動機とかも、なんかノンストップストーリーのライブを見て、豊洲のライブを見て、なんか受けようと思いましたみたいな人がめちゃめちゃ多かったらしいですね。1200ってやばいよな。もう絶対、もう絶対今受けても受かる気しないわ。もう絶対受かる気しないですね。はーい。っていうね、なんかすごく、なんか今いっぱい応募があるみたいです。はい、では続いて。何倍って、千倍、なんだっけ？で、なんか、青霧高校の小丸さんって人も、うん、配信かなんかで今大喜利何倍だよって話をしてて、もうなんや。ということでね、
あの青桐高校のオーディションが今大変なことになっているという話をしたんですけれども、あの皆さんね、あの青桐高校って実はさりげなく大々的にはやってないんですけど、常設オーディションっていうのがあるんですね。常設オーディションはいつでもどこでも応募していいよっていう常にあるオーディションのことなんですけど、あの常設オーディションどれくらい生きてると思いますか？どれくらいの件数が来て、で一次選考が Google フォームに記入して送るやつなんですけど、一次選考を通過する人の倍率ってどれくらいだと思います？何人いて何人が通過すると思いますか皆さん？いやぜひね、今回あの青桐高校のオーディション受けてみたい、気になるっていう方もぜひね見てほしい。本当にためになる。もう先生にね掘り葉掘り、もうな本当にケツ掘り全部聞いてきたから、もう先生のケツのこととか考えたこと1ミリもないけど、この先もないけど、2分の1か、あ1000人中10人よ宝くじ6万件中5人、すごい件数やな先生一人で見てるんだけどな、二人か一人で見てるんだけどな。ケツホルダーすいません。150人の15倍くらい。日に10人で週に100倍。おーね。なるほど。皆さん結構鋭い予想をしている方が多いですけれど、青桐高校女子校、特に縛りないけど、多分、おのこ入ってきたら、荒れるんじゃないかっていう予想はありますけどね。まあ、困る。例えば男の子入ってきても絶対コラボしませんけどね。え、ポニーキャだと好きですね。いつかそぼんたらいの。ありがとう。やだ、青桐高校が弱小事務所じゃなくなるの。解釈違う。お弱小事務所って言ったか。お前、外出ろや。先生と一緒に両右頬をパンチしてやろう。青桐高校って偏差値73くらいでしょ。1万人中8人くらいかな。青桐高校の偏差値は多分ガチで36とかですね。みんなの平均。先生頑張ってください。おまじ先生頑張ってください。本当に。倒れんじゃねえかと思って。もう先生やばいもん。もうあの健康診断レッドカード出てたよ。イエローカードか。ということで正解の方ね行かせていただきたいんですけど、なんとですね、青桐高校のオーディションの倍率あのこれ先に出しておくべきだったね。出す順番確実にミスったわっていうことに今気づいた。申し訳ないです。はい、青桐高校オーディションの倍率がなんと、青桐高校はこちら80倍なんですね。800人中10人が二次審査に進めるか進めないかっていう、なんかあのマジなんか東大かっていうぐらいのなんか難問高校になっておりまして、今80倍ですよ皆さんやばくないっすか。これ本当なんか申し訳ないですって感じなんですけど、ちなみに今めちゃくちゃあのショート動画でバズってるおかげもありまして、まあ1日にだいたい10人くらいの方が応募してくださるそうなんですね。はい、ありがとうございます。本当にそうなんか言ってたんだよな。1500倍、1500、あそれは多分ホロライブかな、当時の。当時のだからもっと確かに今やばそうね。やばいだろうね。いやちょっとスバルさんの見てみよう。1200倍って言ってるわ。おー、でも今はもっと、これ3年以上前だよこの配信。あそれはやばいわ。すごい。ホロライブはその当時は面接回数平均3回、屋号は出てきません、ダンスと歌のテストはないって言ってるね。すごい、なんかいっぱい開示してる。ホロライブでの立ち位置はとか聞かれるんだ、質疑応答で。怖っ。立ち位置って。二次三次のこういうの聞きたいな。教えてくれるのかな、ね、でもこういう配信ちゃんとやりますみたいに言ったらもしかしたら教えてくれるかもね。